山田智和と申します。よろしくお願いいたします。普段は、アートディレクションと、グラフィックデザイン、たまにイラストを描いたり、写真を撮ったりしています。広島の好きなところはやっぱり海があって山があって、こうどっちもすごく楽しめるところ、あとご飯が美味しいところじゃないでしょうか。最近見た映画は押井守監督の、機動警察パトレーバー2を先日 4DX 見ました。面白かったです。30年ぐらいずっと見てる映画なんですけど、初めてスクリーンで見れて結構感動しました。最近ハマっていることは、写真撮影ですかね。3年前ぐらいからモデルさんの撮影をさせてもらうことが増えて、徐々に増えていって、で今結構一緒に事務所の方とやらせてもらってるんですけど、それが今すごく楽しいです。なんだろうな、これは専門学校の校訓で僕がずっと好きな言葉なんですけど、日々これ前進っていう言葉があって、それは割と結構しんどいなって思うときにふっとよぎる言葉ですね。尊敬する人物は、イラストレーターの山口晴美さんという方がいらっしゃって、この方は、エアブラシのイラストレーションの、まあ、日本でいう第一人者の方で、パルコのポスターをすごい昔から作られてた方なんですけど、僕がこの業界に進むきっかけを作ってくださったのが、その方のポスターを、できたばかりの広島パルコで見たのがきっかけだったので、やっぱり未だに尊敬しています。最後の晩餐、最後の晩餐、これは僕20年ぐらい言ってるんですけど、母親が作るカレー、もしくは牛田のフレンチレストラン柿坂さんのフォアグラ大根です。よろしくお願いします。